はい、狭いとこからこんちくわ。狭いとこからと、ということは、はい、買い物おっさん、買い物おっさん、八百屋に、花むずき、八百屋に目覚めたおっさん、駒川商店街、激安、こんだけでなんと、486円、消費税込み486円。486円。超安。もう思わず買いました、いっぱい。鍋しようかな、思ってね。ほんで、ちょっと八百屋、いつものね、中国人とこ。これ、白菜。白菜。これ多分ね、98円。半分。半切り、98円。はい、椎茸。はい、これが多分一番高い。これ多分1、3パ。なんと1、3パ。からの、これエリンギはね、多分30何円、38円、エリンギ38円。水菜を買う61歳、なかなか言ってまへんやろ。水菜多分これ58円。水菜買うおっさん、まあおらんでしょう、買い物かご持って。あとは果物、これ前失敗したね、あんまり甘ないみかん、これ13パ、多分13パ。で、これが見切り品、バナナ30円。これね、30円って買い取ったんやけどね、レジ持って行ったら、おっさん、中国人でしたわ。社長やろね、多分、オーナーさん、中国人のオーナーさん。え？バナナ？うん？言うから、いや、これ30円で買いてましたで、言ったら、うー、30円。うー、Yes, I do、みたいな。そんな流暢な日本語ちゃいますけどね、はい。そんなこっちです。はい、以上です。はい。はい、以上。今日はね、鍋しようかな思ってます。はい、以上です。大きに。失礼します。